入村明は、日本の政治家、新潟県明光市長、新井市長、新井市議会議員を務めた、新潟県中区引郡生まれ、駒沢大学経済学部小学科卒業、財団法人地域、活性化センター地域づくりアドバイザーを経て、1999年に新井市議会議員に初当選。2002年、新井市議を任期途中で辞職。 新井市長選挙に出馬し、3人の対立候補を下して当選。2005年、新井市に中首気軍両高高原町及び両高村が編入され、両高市へ解消。2006年、両高市長に無投票再選。2010年の両高市長選挙では、民主党の推薦を受け、元両高高原町長をおよそ3000秒差で破り、再選。2018年、 五千を決めている。2011年、王上越県構想を発表した。妙高市長選、入村氏が参戦。新潟日報。http://www.niigata-nippo.co.jp:/news:/pref:/17099.html8。妙高、ニューソン市長が、 大上越圏コースを糸井川、柏崎、十日町含めた後市で、上越タイムス、http コロンスラッシュスラッシュ www.j-times.jp スラッシュニュース .php、シークエンスイコール50602011年12月11日、閲覧、ありがとうございます。